松と申広は、日本の小説家、ライトノベル作家、同人誌即売会、コミックマーケット関係者である。本名は、成松隆弘、既婚、福岡県出身。小説家としては2008年10月、スーパーダッシュ文庫より、迷い猫オーバーラン、でデビューした。以後、かなりのハイペースで作品を精力的にリリースしていた。 各年の作品観光数としては2008年に2冊、2009年から2013年に各6冊の観光数となっている。この観光ペースについてはパパの言うことを聞きなさい。第2巻観光時における集英社スーパーダッシュ文庫担当編集者へのインタビュー記事においても迷い猫オーバーランの時には地獄のスケジュールで執筆をお願いしていた。 出力の大変高い作家さんですとの趣旨で評されている。同インタビュー記事では5ヶ月間で4冊の執筆以来は申し訳なかったのにその合間にドラマ CD や特典小説も手掛けられているとの趣旨で松の仕事ぶりについて触れている。また松自身もアニメパパの言うことを聞きなさい。放送中で大変多忙だった時期に執筆のため缶詰になっていた。 際の気分転換として、乙女三原則を書いたと、自らのワーカーホリックぶりについて述べている。有限会社クリエイターズプロデュースユニット号代表取締役副社長。有限会社ストリワークス代表取締役社長。取締役会長。作家活動とは別に、高校時代からコミックマーケットのスタッフとして、同人活動もしており、40周年し、 フォーティースコミックマーケットクロニクルでは、前代表の米沢義弘の旧姓からゲ共同代表の安田カホル、筆谷義行、市川光一への体制移行の舞台裏をまとめた、ルポルタージュ、代表が変わった日を寄稿している。2016年5月2日、肝臓がんにより43歳で死去した。松の遺作になった、メルヘンメドヘンは、移行、ストリワークスが引き継いだ。 ありがとうございます。